デッド・トゥ・ミー・サヨー・ナラの裏には、アメリカ合衆国のブラックコメディドラマシリーズ。夫をひき逃げで亡くした、主人公の犯人探しと、不思議な生活を描く。リズ・フェルドマンが制作し、クリスティナ・アップルゲートが主演を務める。ネットフリックスにより制作され、2019年5月より、世界同時に配信された。シーズン2が2020年5月に配信される。 2020年7月にシーズン3をもって終了することになった。番組は非評価から高い評価を受けており、プライムタイムエミー賞のコメディシリーズ主演女優賞にノミネートされた。二人の息子を持つジェンは、ひき逃げで夫を亡くしてしまう。犯人探しを始めるジェンだったが、遺族のセラピーで、ジュディと出会う。親友となったジェンとジュディだったが、そこには大きな秘密が隠れていた。 デッドとミーサヨうならの裏にの主要キャスト。ジョーダン・から、クリスティン・アップル・ゲート、リンダ・カーデリーに、ジェームズ・マースデン、マックス・ジェンキンス。各シーズン前は一斉配信2018年4月5日、ネットフリックスは本作の制作を発表した。リズ・フェルドマンが脚本を担当し、ウィル・フェレル、アダム・マッケイ、ジェシカ・エルバウムラが、エグゼクティブプロデュースに参加した。 2019年4月1日、シリーズが2019年5月3日に公開されることが発表された。同年6月3日、第2シーズンに向けてリニューアルが決定した。2020年4月10日、ネットフリックスは第2シーズンが2020年5月8日に公開されることを発表した。2020年7月に、 第3シーズンをもってドラマそのものを終了させることを発表したが COVID-19 による世界的パンデミックに加え2021年8月にアップルゲードが数ヶ月前に多発性硬化症と診断されそれに伴い無期限の闘病生活に入ったため撮影自体が中断したさらに出演者たちがそれぞれ別の仕事に取り掛かっていることから 第2シーズンをもってそのまま打ち切り、もしくは最終シーズンでもある。第3シーズンの撮影が2022年以降となる、見通しである。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。第1シーズンは、映画批評集積サイトの6点とまとずに50件のレビューがあり、批評家支持率は86%、平均点は10点満点で6.48点となっている。また、 メトクリティックには21件のレビューがあり、過重平均値は67、100となっている。第2シーズンは映画批評集積サイトのロッテ点トマトズに29件のレビューがあり、批評化支持率は97%、平均点は10点満点で8.13点となっている。また、メトクリティックには10件のレビューがあり、過重平均値は72、100となっている。 ありがとうございます。